こんばんは、AKB48 ハルピョンこと橋本るなです。さあ、ということで配信をしていこうと思うんですけれども、あ、なんか言いたいことあったんだよね。さっきまで覚えてたのに忘れた。忘れました。ありがとうございました。今日は明日は夜8時から、8時だっけ、8時だった気がする。8時から黒崎奈々子さんの私を野球に連れてってに出演させていただきます。 YouTube では途中まで見れるんですけど、あのニコ生さん、はい、ニコ生さんに会員登録していただくと全編見れるみたいなので、ぜひよろしくお願いします。ということで今日はちょっと久しぶりにカラオケ配信をしていこうと思います。イエーイ、充電もしっかりとあるのでできると思います。なんかでも歌いたい曲多分なくなんて言うんですか、歌いたい曲なんか、あ、さこれ歌おうって思ってた曲があるんですけど、なんかふと考えたらこれ多分劇場公演曲だからないんですよね。そうだから、それと似たタイトルの楽曲を歌います。今からいつの日からか気づいていた、胸の奥で揺れるときめき、今日は来てるかな来てないかな、探してしまうの、目と目があっても微笑むしかない、他の誰かにバレちゃったら、あっという間にスキャンダル、大炎上、アイドルなんかじゃなければ好きだと伝えられるのに、初めての切なさどうやって隠せばいい、もう全てを捨てたっていいと、あと少し勇気があればステージに飛び降りて普通の子になれた。懐かしい、なんか武道館コンサートの時ずっと歌ってましたよね、この曲。歌番組で歌いながらカメラの向こう、あなたにサイン、愛
私の部屋に遊びに来てほしい。手をつないで歩きたいけど、パパラッチたちがほらずっと狙ってる。だけどアイドルやめられない、あなたはわかっているのね。応援してくれてるファンを裏切れないと。もしも次に生まれ変わったら、みんなの前で堂々とキスができるような女の子になりたい。あこ待って、わかんなくなっちゃう。歌って踊れる日々よ、燃えるような恋をしてみたいけれど、今じゃないってきっと神様が言ってるわ。アイドルになってよかった、卒業すると聞いたい、絶対それまでは誰も好きにならない。アイドルなんかじゃなければ好きだと伝えられるのに、初めての切なさどうやって隠せばいい。もう全てを捨てたっていいと、あと少し勇気があればステージ飛び降りて普通の子になれた。あ、そうだ、ちょっと待って、それで言うとアイドルなんて、アイドルなんて呼ばないで、アイドルなんかじゃなかったらもうどっちがどっちか分かんないの衣装で撮った、もう全然すごいなんか宣伝するためにこの曲歌ったみたいになってるんですけど、の衣装で撮っていただいた生写真の、あのとイラストの今回のコラボ生写真がまた9月1日から3日間の限定で販売されるみたいです。めちゃめちゃイラストが可愛くて、めっちゃ可愛いので、ぜひ、なんか宣伝のために歌ったみたいになるんですけど、ぜひゲットしてください。可愛いです。大丸東京さんで今回も販売されます。あの宣伝のために歌ったわけじゃなくて、たまたまそれを思い出しただけです。すいませんでした。以上です。続きまして、違うんだよ、宣伝のために歌ったわけじゃないのよ違うんだよ。なんか適当に歌ってみよう。これとか歌ったことあるっけ？でも歌えるかな？そう、ちょっと思い出したから報告しただけです。宣伝のために歌ったわけじゃないです。奇跡は間に合わないだろう、愛しさ
ときめく理由が急にスピード上げて心のカーブを近づいてきたんだ。緑の木々たちに見つめられているようでなんだか落ち着かない二人が恋する確率奇跡は間に合わないだろう。純愛はそんなうまくいかないものさ。最終バスに乗れなくてもいつまでもここで待つ僕だけ恋人。推しのやつです。私は全然できないけど推しのやつです。こういうやつ。奇跡は間に合わないだろう。愛しさはいつだってせっかちなものさ。バスを何段やり過ごせば運命が追いつくの。未来の恋人懐かしいな。リセット公演変なことやってみよう気づく人は絶対にいないけど変なことやってみていいですか。何って思われそう。言わなきゃよかった。言わずにやってみればよかった。まあいいや。うわ、これ2番とか歌えないかもしんないけど、ちょっと久しぶりに懐かしいこの曲。君は間違えた。君は春の光、僕は近づいた夏。風の中で出会ったら何かが起こる気がする。君は春の光、僕は近づいた夏。二つが混ざって恋の色。スイカーディガンを羽織君が。待って、 A メロ歌えないかもやばい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 、やばい。お気に入りの半袖シャツを着てる。僕は一人時間を潰している。どんなだっけ。話したいけれど声をかけられない。それなりに距離があるんだ。軽いタイプだと思われたくないし、季節はもう少しで重なると思う。君は真っ青な空、僕は太陽の色。並んでると爽やかで本当にお似合いだよね。君は真っ青な空、僕は太陽の色。燃えるような恋をしよう。やばい、久しぶりに歌っています運命ってやつがいい方へ行くと、人は誰もそう誰かと出会い、瞬間瞬と思い続けるんだ。
この場所で君を見てるだけでとても幸せになるんだ。ここ絶対違う。次の季節やがてやってきたら君はカーディガンを向いてくれるだろう。君は窓の光、僕は近づいた夏、風の中で出会ったら何かが起こる気がする。君は春の光、僕は近づいた夏、二つが混ざって恋の色。春に思いながら夏に見つめ合って、フリーズ分かんないところ大きい。あれ、あんなに聞いてたのにな、聞かない。なんかさ、やっぱさ、普段 AKB の曲をさ、なんで聞かなくなっちゃったの。仕事になっちゃうから。こんな街角で偶然出会っただけで、ほんの一瞬僕はただ一方的な夢見てた。君は真っ青な空、僕は太陽の色、並んでると爽やかで本当にお似合いだよね。君は真っ青な空、僕は太陽の色、ねえ燃えるような恋をしよう。そうなのよ、確かに秋と冬が気になる。そう、なんかもう AKB の曲を聴けば聴くだけずっともうなんか仕事の気持ちになっちゃって、そう、すごい全然聴かなくなっちゃったらこうなりますこうなるんだね。 MV とかも可愛くてすごく好きなんですけど、聴かないとこうなるんだ。洋楽バカおじさんさん、なんだこれ、掛け軸ちょっと読めなくなっちゃった。生きがい、あ、俺が生きがいなんですか、あざあざ、俺生きがいになっちゃったぜ。そう、ちょっと歌える歌を歌いますねすいません。あ、これめっちゃ好き、これめっちゃ好きって言うとなんか病んでるって言われそうなんですけど、あの全然普通にこの曲調とかなんか8感、もうなんか8の曲って感じ10周年の時もやったし、そう、この曲は本当に歌詞が結構ハードでちょっと病んでそうな感じの歌詞なんですけど、どうせこの世はバグがいっぱい、矛盾だらけのシステム、学校なんか行ったところでどうにもならないよ。恋愛だって流行らない、好きってなんだろう、誰かに束縛されたら絶対に私切れるよ。別にやりたいことなんかないし、夢を見るの分かったるし、欲しいものくらいあればよかったものってなんだか虚しい。友達親友恥ずかしい孤独、待って、リズムについていけてない誰とも知り合わなければ返事をしなくていいんだ。なんで生きるの、意味わかんない、ちょっと一回楽になりたい、神様ごめん、ちょっと待って、ちょっと待って、一回死んだふりして、そこからもう一度立ち上がり、生まれ変わってみよう、やり直しやり直し、スタートに戻ろうよ、ほらあの日に巻き戻してさ、今日は何のバース、リズムについていけない24歳になっちゃった、どうしよう。
私なんかが生きてることで全世界に迷惑かけてる。息吸って息吐いてるだけで資源の無駄だって言えば、どこかのお偉い先生に生きる意味を聞きたい。頑張って生きれば生きるほど死に近づくなってそうしてね。ずっと人類考え続けて未だに答え出てないじゃん。スーパーコンピューター使ってみても何も解明できない。命とは何か問いかけて大体人生終わるんだ。いつまでたっても生命の目的がわからない。でも私に残る時間なんでこんなに長いのよ。誰かあげる。明日まで明日まで死ぬのをやめてみよう。そうしたらなんだかあさっても面白そうな気がする。まだ早いまだ早い。ここで結論出すのはあとちょっぴり生きてみようよ。さあ今第二のライフ。すごい歌詞病んでる絶対。そんでうち1曲目からギフト何も読んでないごめん。つーさん、ちゃんとありがとう。さらさん、音符ありがとう。高級うどん屋さんさん、まさかさん、花火ありがとう。トラケラさん、音符くま、ゆたパパさん、花火。おゆびえさん、星花火。サプライズでまさミラーボール。トラケラさん、音符。両国バカおじさんさん、守りたいこの笑顔ありがとう。ちょっと待ってちょっと待って、一回死んだふりして、そこからもう一度立ち上がる。生まれ変わってみよう。明日まで明日まで死ぬのをやめてみよう。そうしたらなんだか朝あっても何か始めたくなる。まだ早いまだ早い。騙されたとのライフ、今日は何のバース。ありがとう。すごく懐かしい気持ちになりました。この曲は特にエイトがすごく歌ってる。さあ、私がやっていることを誰か気づいたかな。すごい鼻息すごかった。これとか私劇場で歌ったことないもんな。誰も気づいてないんだろう。このところ見かけなかったから心配したよ。誰より明るかった君の笑顔を思い出して、遠い街に引っ越ししたって聞かされた。最後にさよならくらいは言わせてほしい。忘れないよ今日の出会いを。12月のことなのに昨日のように思えてしまうんだ。時は早したね。間違えた、ちょっとふわり間違えた。間違えた。
加藤さん、星井様、哲也さん、ミラーボールありがとうございます。スプレグレバーさん、ミラーボール3つありがとう。会えなくても悲しんだりせずに僕は歌う。どこかで暮らす君もきっとそのこと望むだろう。そう今でも遅刻しちゃったって言いながら突然現れそうだね、いつものあのベンチに。僕の心の角にバイク止めて、君はどこかで見てくれてる。雨が降り始めてもRemember you、 くじけそうになった時は君が残した分の夢を見るから、誰よりも声をかけてよ。ゆくじけそうになったときは目を閉じて思い出す、手拍子してる君のその姿は永遠の味方さ。忘れないよ君のことを、がらんとした広場でベンチに座り、ずっと僕の歌を聴いてくれたね。 Yes 忘れないよあの出会いを、12月のことなのに昨日のように思えてしまうんだ。時は早足だね。あ、まつげ抜けてる。気づいた人はいないと思いますが、なんとここまでの楽曲のタイトルの頭文字を取ってみてください。うわ、怖っ。秋葉原になってます。めっちゃ怖っ。え、怖すぎない？怖すぎない？っていう遊びでした。はい、恐怖の遊びです。すいません、ありがとうございます。いや、なんかあと木は適当に歌ったんですけど、適当にって言ったらあれですけど、あは普通に歌いたくて、アイドルっていうかその似たタイトルのやつを歌いたくて、で木もなんか適当にピーポってやったら、その奇跡は間に合わないだったから、それでいいやと思って歌ったら、あ、木になってるやんと思って、ちょっと今なんかそうやって歌ってみたけど、あの、怖いです。橋本さん、そういうことやるのめっちゃ怖いです。すいません。はい、すいません。怖すぎ、怖すぎ怖すぎる俺、怖すぎる。俺めっちゃ怖すぎる。わ、なんかドボンライブを思い出す、ドボンライブを思い出すタイトル発見した。あ、もうここからは関係ないです。全然もう謎解きとかじゃない。やめてください、そうやって深く考えないで。 RPX さん、いつも一緒にいる友達と今日もなんとなく集まって
スメイトの一人、いつの日から知らず知らず無意識に探す、違う誰かと大笑いしてても、目とか耳はあなたのすべて拾おうとしている。こんなに好きなのに何も言い出せずに、3月と4月が近づいてきちゃう、平等の中なんてバランスが難しい、近くにいるのなら楽だったけど、悲しき近距離恋愛。これ初めてドボンで聞いたって人多そう。だか噂になってるみたい、憶測より事実を聞いて隠したりはしないから、彼女がいっぱいなって私も知らなかったわ、そう互いにプライベートは秘密にしてた。どんな忘れられず諦められずオンリーワンの人、わない一番好きなのに私自身ないの、うまくいかない方がいいのかなと思う、切ない近距離で今は歌ったな、わかんない、知ってるのかな、リュウダイドさん、ハート、トモロコちゃん、音符、プレデレバーさん、ミラボール、タケラさん、音符、ありがとう。遠くにいるなら気にはならなかった、ジェラシーだって二人を結ぶ感情の引力、こんなに好きなのに何も言い出せずに、3月と4月が近づいてきちゃう、楽だったけど悲しき近距離恋愛。確かにちょっとしっとりしてきちゃったんで、ちょっとバリバリの曲歌います。怖っ。というかこれをこの間若い子たちが歌ってて、わっ久しぶりに聴いた、久しぶりにいいねこの曲ってなった曲を歌います。絶対盛り上がる、間違いない。ともゆきさん、ハートありがとうございます。
情熱の季節をパレオはエメラルド腰に巻いた夏海の色を映してるパレオはエメラルド潮風の中で大人になった少女よ昨日までとどこか違うね僕は君に恋をしてしまった航空の4さんミラーボールありがとう2つ母さんハートありがとう桜ひるばすミラーボール3つありがとう、クロロルシルフさん鉄道の道さん音符カステラさんぽありがとう海流の島々はまた誰も知らない深海あふれる妹のようだと思ってた心の窓が開いたローマウスはいつも突然愛しさに気づいたハッとするエメラルド目を奪われてゆく知らなかった美しさハッとするエメラルドイノセンスな時微笑むだけの少女よ黒い ルール忘れちゃったんでやめときますバンされたら怖いパレオはエメラルド腰に巻いた夏海の色を映してるパレオはエメラルド潮風の中で大人になった少女よ世界中音符、ディスクさん、コウキさん、サイリウム、ケイシーさん、音符、ミスター社交辞令さん、サイリウムありがとう、アシュラさん、サイリウムありがとう、トラクエロさん、音符ありがとう。いやー、ずっと歌ってたからね、この曲、チューブメンバーはね、一生この曲を歌っていたので。なんか、こう、若い子たちが歌っているっていうか、こうやろうとしてるのを見て、おおってなってました。懐かしいって。せっかくなら。いやまた私、あ、うわこれも、うわこれ盛り上がるけど、盛り上がるけど、あこれも好きなんだよね。これだわ絶対歌いたい久しぶりにを触らせてよどんな感じなのか
コンイベントいつやるのか早く教えてください。誰か今日のバッグなんだか重くて、そう誰かに持ってほしかった。だからちょっと頭を絞って、ハートをつんでみた。甘いため息ひとつちらりと見て、おねだりするのワルピョン。筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの。女の子には興味津々、たくましさ見てみたいのよ。どんな感じなのか、ワクワクしてるわ。上腕二頭筋ってセクシーだね。これを持って男らしいマッチョがタイプよ。でも本当はそんなことないけど、じっと見つめおだててあげなきゃ、何にも釣れないわ。こっちが頼むんじゃなくて、やらせてくれって頼まれるように、まるぴょん。どこかで私のために頑張って、筋肉に抱かれたいの。折れるくらい強く胸が熱くなるよ。腹筋だって割れてるし、これも持って。ええなええな、この曲やっぱりかわいいな。今日鼻息荒め、ちょっと鼻つばも今日鼻息荒めです。髪を抱き上げながら試すように反応を見るわ。ワルピョン。女の子には興味津々、たくましさ見てみたいのよ。どんな感じなのか、ワクワクしてるわ。上腕二頭筋ってセクシーだね。全部持って。待って、これさ、なくなって思う。チーズってマジで有能だった。だってこれをこうしてこうやって、でここにチーズがいるから、この全部ここに声が返ってきてくれるの。そう、意味わかります。だから鼻息、あ、チーズいるんですけど、あそこに、あの持ってくんのただめんどくさいだけで、あそこにいます。はい、大丈夫です、います、ちゃんと。あいつただのマイクじゃなかったわうん、ふと思う。まあハルピョンっぽい曲にしようかな、全体的に。この他のグループさんのハルピョンっぽい曲にします。これもセンターで歌わせていただいた経験あり。ウィンクは3回そう勝手に決めてた、言葉より伝わるでしょう。瞳の奥でささやくわ、あなたが大好き、まばたきサイン。懐かしい。キスバイエイトか。ライバルが
多すぎるの。学校中にファンばかり、校庭を歩くだけで、キスバイエイトじゃないか。窓辺に鈴なりの女子、廊下ですれ違ったらチャンスは逃がさない、一瞬の隙を見て試してみるわ、ヘイヘイヘイ。ウィンクは3回、1回じゃ少なすぎる、4回は多いし、イエ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 イ、3回くらいがちょうどいい告白、周りには気づかれないで、視線の意味がわかるはず、私を覚えて、ファーストメッセージ。おしゃれ祭りみたいなやつだ。カゴの肛門には他の学校の女子がいっぱいで、サッカー部の練習終わりまで出待ちするファンミーティング、順番ただ待ってたら何も始まらない、目と目が合った時に祈ってみるわ、 Oh please。 ウィンクは3回そう勝手に決めてた、一緒に残るかな、得意だって思う言葉より伝わるでしょう、私も左目の方が得意、瞳の奥でささやくわ、あなたが大好き。滝さん、文句はあげません、残念でした、あげません。コウキさん、アキラさん、音符、サプライズメンバーさん、ミラボルト、アキラさん、音符、ありがとうございます。お団子さん、ハート、ハイドリーモさん、ハート、ありがとう。ウインクは3回、1回じゃ少なすぎる、4回は多いし、3回くらいがちょうどいい告白。視線の意味がわかるはず、私を覚えて、ファーストメッセージ。ちょっと高いね。コウキさん、音符とサイフェルありがとう。マツさん、いいね。小ザメのホッペさん、音符ありがとうございます。難しい。各姉妹グループの今、ハルピョン歌ってたよねっていう曲を歌っているんですけど、まあ、完全にあの富山ツアーを歌えばもう何でも全部 OK みたいな感じではある、正直ね。わ、この曲好きです、とっても。ハルピョンっぽいよね、ハルピョンといえばだよねって曲じゃないけど歌います、これ好き、めっちゃ可愛いよねこの曲、盛り上がるし。まあ、8といえば、8一生これ歌ってた、マジでなんでってぐらい。本当に最後のトンネルを抜ければ近づく美しいあの街、希望がすると信じてきいた、私が生まれ育った全てを知ってほしい、一番大事な人を連れて帰ること、
出会ったあの夜約束した未来はいつも思ったよりも優しくて風景が不意に滲んでくる夢が叶うとその思いが溢れ出して瞳から伝えたくなるあなたと一緒に歩きたい。トラケロさん音符ありがとう。ゆたパパさんサイリウムありがとう。サプライズレバーさんミラーボール3つありがとう。季節の移ろいは成長してゆく心に似ている。いろんな花を咲かせながら時には思い悩んで大人になってゆく。遠いあの空の下から街は花見守ってくれた誰かの存在支えになった。未来はいつも姿を見せず待っているよ。音吐き甘えないように愛とは涙人のために泣けることで幸せを噛み締めている。鼻息鼻息鼻息しんどい。母さんハート、コウキさんサイリウム、航空の4さん、4さん、ミラーボール、イナジーさん、花火、哲也さん、ミラーボール、ありがとう。やがて溶けて大地は新しい芽を出す。苦しいことも悲しいことも喜びに変え笑顔になれる。いつだって明日は来る。待って、あれ歌いたい。ないか。未来はいつも思ったよりも優しくて風景が不意に滲んでくる。夢が叶うとそう思いが溢れ出して瞳から伝えたくなる。あなたと一緒に歩きたい。ちょっとこれ歌いたいけどなさそうだけど、一旦ちょっとここまで歌ったらSTU さんも歌わなければね、いけないので、ちょっと歌いつつ、ゆうさんはね、やっぱね、この曲をね、この曲を富山で歌ってからなんかめっちゃ人気、チームエイトの中で人気になったっていう曲なので、ちょっとこれ歌って、これ歌いたいのよ。太陽は水平線の彼方を目指して、R を描きただ落下する夕暮れに。何かをやり残してるような悔いはないのか。僕はまだ帰りたくない。やりたいことやりたくないことやらされながら理想と現実がごっちゃになってゆく日々。空とこの海がほら分かれているように交わらないものがあるってことさ。都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい。やるせない孤独の時、泣き言誰に言えばいい。
答えて次の朝がやってくるまでに今持ってるものは捨てよう丸裸になって気づくだろう暗闇のその中で目を凝らしてみれば何かが見えてくるトロッケローさん、ポンプ、サプライズレバーさん、ミラーボール3つ、鉄矢さんミラーボール1つありがとうございます。星たちは自分が輝いているその位置と宇宙の果てで誰かに見られている自意識どこかで消えていった光を知っているのか僕は始まってもいない欲しいものいらないもの見境つかなくて手を伸ばしてしまう若さはいつも強欲だ大人とはその分別があることというなら永遠に大人になるかなるものか間違えたふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう水平線見えなければ今いる場所がわからない夜よ僕に歌わせるなよ想像だけの愛の世界は都合のいい思いやりばかりで説得力がないどうせならばもっと生々しくうらげにゃ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 取り繕っていても虚しいよ暗闇のその中で聞こえてくるのは希望の足跡かなんか途中猫いたゆたパパ007さん花火ありがとうございます。 STI さん最後もありがとうございます。途中猫いましたすいませんごめんなさい。防波堤の上に立って僕は叫んだ波の音よりも大きく自分へと届くように夜よ僕を詩人にするな綺麗事では終わりたくない生きることに傷つきうろたえてふざまでいたい次の朝がやってくるまでに今持ってるものは捨てよう丸裸になって気づくだろう暗闇のその中で目を凝らしてみれば何かが見えてくる好き STI さんも NMB さんも HKT さんも NCT さんも STU さんも全部歌いましたイエーイということで私が歌いや多分ないんですよ多分ないんでないんですよこっちはあるかなこっちがあればうわえこれもないもしやこっちがあればこれのあるけどあの今から私は呪文を唱えますタイトルと違う歌を今から歌います私はちょっとね今週の1曲がこれじゃないですかプラス1曲がでこれを聞いててちょっとこれを歌いたくなったんですけど今から違う歌を歌います愛しいの日本は支笏湖恐れ山鳥海山恋はいい馬の瀬松島ハワイアンズ牛久大仏華厳の滝サファリパーク天覧山海ホタルスカイツリー中華街に八海山小仙郷シャチホコ熱海銀座菜花の里黒部ダム岐阜城兼六園東尋坊やば秋葉原じゃないなんだっけ私たちに会いに来て誰よりも好きになってお願いねえねえそう日本48
私たちに会いに来て、ここの場所で夢を追いかけるから、応援してね。やばくない？いやこれ多分8初期の人たちはマジで懐かしいってなってると思う今。楽しい、間違えた、しい日本はアルプス通天閣、鴨川甲子園、黒潮市場、石舞台、琵琶湖と鳥取砂丘、新宿コロクン、ウィアジマ、ニャ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 、うにゃ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 、太宰府有明軍艦島、阿蘇山湯布院、青島、桜島、国際通り、日本48、一度見たらやめられない、また明日見に来るでしょう必ず、カモンカモン、そう日本48、一度見たらやめられない、私の名前絶対に覚えて、指切りね、イエイエイ、忘れた、アルプス通天閣、黒潮一位は石舞台、琵琶湖と鳥取砂丘、新宿後楽園、宮島宮島、錦帯橋、渦潮、鬼ヶ島、宇和島、桂浜、それだ、すいません完全に、さあ行くぞ日本、なんだっけ、ここなんだっけ、誰よりも好きになってお願い、ねえねえ、さあねえねえ、日本4D、私たちに会いに来て、ここの場所で夢を追いかけるから、応援してね、日本48、日本48、絶対なんかあるんだよ、さあ行くぞかなんちゃらみたいな、なんだっけ、誰か覚えてる人いませんよね、すいません、ほな行くでは絶対違う、これをただ歌いたかっただけでした。ありがとうございます。さあ、ということで、ランキングに行きたいと思います。あと6分なんで。すいません。ありがとうございます。私のお遊びに付き合っていただいて。いきます。ランキング。1位、サプライズレバーさん。2位、鉄道のエイトさん。3位、洋楽バカおじさんさん。4位、鉄也ハルピョン大大大好きさん。5位、ゆたパパ007さん。6位、航空の4さん。7位、トラック野郎さん。8位、タッキーさん。9位、エイダッシュピョンズさん。10位、アシュラさん。11位、ともゆきさん。12位、コウキさん。13位、マジカのバナナと30日の優勝祈願。優勝してください。30日、31日な、優勝すんの。30日はよくわからんのよ。31日な、優勝。間違えてんべ、え、千秋楽来るよって人います？てかなんか何人か私のことメンションしてくれて、あ、この人来るんだっていう人いるんですけど、クマタワー誰だ、クマタワーありがとう、誰が投げてくれたんだ、鉄道ネイトさんかな、クマタワーありがとうございます、タワータワーありが、クマタワー、鉄道ネイトさんありが、クマタワーありがとう、ありがとうございます、ごめん、いつのタイミングだ、歌ってる時かな、ありがとう、これもイヤホンいらない、洋楽バカおじさんって初めましてではないか、私名前読んだことあったっけな、はーいって言われてるけど、誰な、今誰なんだろうって今頭の中でめっちゃぐるぐるしてる、
誰なんだろう。31位いきます。お、待ってます。やった。 My friend じゃないよ。 Your friend と一緒ですか。日曜日に初めまして握手会でしました。わ、絶対名前名乗ってないですよね。私絶対聞いてないしと覚えてる。聞いてないと覚えてる聞いてないと思う。絶対名前名乗られてないはず。やめて、名乗りましたって言わないで。言った。絶対嘘、絶対嘘、絶対名乗ってない。やばい、名乗ってたら気まずいって。絶対名乗ってないからもう一回名乗りに来て気まずいね。気まずい時間、気まずい時間流れてるねえ今ねえ。なんで私誰って言っちゃったんだろう。本当にごめん本当に今気まずい時間流れてるね。本当にありがとう。本当に大好きだよ。やばい、軽すぎ、俺の大好き軽すぎ。待ってね、本当にもう一回来て、待ってるね。これはちょっとおもろすぎる。ちょっと史上稀に見るおもろい配信に。一押しガチャ引けなきゃいけないんだった。まあいいや、12時超えてもそれは引けるということで、皆さんすいません、すいません、本当になんかごめん。待って、あ、え、だ、待って、もう一回来てね、約束だよやばい、自爆してる。あの行かない旅のやばすぎやばすぎ。行かない旅の対馬編があれで YouTube で上がりました。またコメント欄見てると本当になんか結構好評なのでありがとうございます。またいっぱい見ていっぱいコメントして、いいねとコメントいっぱいお待ちしてます。明石地元だから一緒に見たか。何仕事してたの、あんなに楽しい泉さんとの会マジで楽しかった、盛り上がった。ぜひ、これなんだっけ、映像倉庫で流れなくなったんだっけ、ちょっとあんま分かんなくなったんですけども、配信についてよく分かんないんですけど、まあまたよろしくお願いしますということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6875盛り上がりの皆さんにキット期待がお届けしちゃう、ためけんしちゃうぴょんことはじまたなでした。皆さんぜひまたあの明日の8時からの配信ぜひ、え、収録ってあったんだけどあれ配信だよねあんまちょっとよく分かってないんだけど、配信見に来てください。お待ちしてます。それではおやすみなさい。またね、ありがとう。これ自動で切れるやつか、12時だから。また夜8時見てね、生放送、生放送ちょっとあんま分かってないバイバイ、見てね。野球のやつ黒崎菜々子さんとやります。おやすみ。